誰がが見ててももいいけないものが写ってますとで。近くの神社に奉納して何かしてもらってくださいととにかく二度と見てはいけませんっていうふうに言うんですね。僕お化けが出てきたらです、ね、説教する用意があってですねお化けが出てきた瞬間に「バカ野郎」と「お前の母親は下だ」と「なんで俺のところに来るんだ」と二つの理由でお前間違ってる <laughs> なんかねちょっとこれ怖いと思いますん、ね、あのね <laughs> 僕あの昔からですね岡田 年がです、ね、知ってる怖い話の一つなんで、怖い話って言っても本当にかすかな欠か片みたいなんですけども、子供の頃に見た心霊番組で一個だけすごい怖かったのがあって何かっていうと、ある写真あると。で、心霊写真ですよね。それをお祓いの人のところに持ち込んだと。そしたらこれは何とかの例です。これは何とかの例です。何が映ってますっていうふうに言うんですけども、一個だけですね、ちらっと見た瞬間にパッと伏せてしまったのが。 でそれを慌てて、神かの忘れたんですけど、包んで、ここは私が見てはいけないものが映ってますと。まあ私だけではなくて、誰が見てもいけないものが映ってますと。で、近くの神社に奉納して、なんかしてもらってくださいと。とにかく二度と見てはいけませんっていうふうに言うんですね。見てもいけないものって何ですかっていうふうに聞かれて、その霊能力者がすごい言いにくそうに、あの、神様ですっていうふうに言うんですよね。 で、これが僕なんか割とすごい好きな話とか怖い話で、神道の神様と西洋の神様との差なんですよ。西洋の神様っていうのはもし見ることがあったら、それを見るものは預言者と言われて奇跡だし、見えないものなんだけど、もし見えたらそれは福音であるっていう考え方なんですね。ところがそうじゃなくて、その日本の神道という形に固まる前の神様像というのは本来見えてはいけないものだし、 見えてしまったらそれは祭らなければいけないたるから祭るかもいけないこれが日本の神様のちょっと面白いところなんですけども私は不可思議の現象やオカルタは好きなのですが自分自身には全く経験がないし死後の世界についても半信半疑です昨年会談座談会になるイベントに何度か出席し自分でも職場の後輩から聞いた会談を披露しました会場にいる30人余りのうちの大半の人がその最中人影を見た音を聞いた何かが歩き回る気配を感じると訴えてましたがその真っ只中にいるにもかかわらず た私は何も感じませんでしたイベント中真言中宗の僧侶が霊能力者の水晶の術、うん、というのを持ってたんですけどその術が瞬時に飛び散るのを目の当たりにもしましたがそこに霊が見える感じるという人は職場にもいます岡田さんとしてはこのような能力あるいは資質というものをどのようにお考えでしょうか もうねあの、以前の僕ならねいや気のせいだよとかですね商売上手なお坊さんのトリックとか <laughs>、まあ、絶対言ってたと思うんですよ。<laughs> 信号集って言ってもみんな食わなきゃいけないからね数珠 <laughs> にねトリック仕込んだんだよねって <laughs> 絶対言ってたと思うんですけども <laughs> まあ勘違いとかただ最近ね今日このちょっと不思議な話をするって言ってるからわかると思うんですけど最近ちょっとね僕のね目線がね変わってきたんですよね。多分こ、こののゼミを見てるあの皆さんの大半は、僕とと同じよううな、まあ、タイプだと思うんですけど。 最近怖い話が好きになってきたっていうのはですね。オカルト体験が個人的にあって、それで考え方が変わったわけじゃなくてですね。オカルト体験は多分あの何度かあるはあったと思うんですけどもま、まあ、全然興味がですね。なかったんですね。例えば今の家に引っ越したのはですね。4年前なんですけども、その前は同じ吉祥寺の井の頭公園のまあ近くのですね。一軒家を借りて暮らしてたんですよね。で借りたのが。 1995年だからもう本当に25年前ですねの春でですね広さや場所に比べたらやたらですねいやここは気に入りました契約しますっていうふうに不動産に言うとその物件の内見の時に行ったんですけどもじゃあちょっとあの店まで来てくださいというふうに言われてで不動産まで行くとです、ね、奥の応、ね、接室に案内されて。 お茶を出されて、もう契約するのかなと思ったらです、ね、支店長が出てきて「実は」って話が始まったんですよねであのうちは実は疑惑がありまして「井の頭公園の事件知ってますよね」って言われて「いや、事件」って言われてもよく分かんないから「いや何ですか?」って言うと「バラバラの」っていうふうに言われて「ああ」と新聞やニュースを見ない僕でも知ってたんですけども。井の頭公園 バラバラ殺人事件というのがあってですね、平成のですね最大の残酷な事件でですね、未だ犯人も見つかってないし動機もわからないまま未解決のですね命乞いをした事件なんですけれども、僕がですねその家を借りる1年前19あ1994年だ4月23日の朝にですね井の頭公園のですねゴミ箱からですね、えー、ポリ袋に入ったまあ変な物体が出てきたんですねゴミ袋を開けるとその中から人間の足首が 出てきたと、周り一帯を慌てて捜査員が捜索すると、合計で二十七個バラバラになったですね。人体のパーツが出てきたんですよね。手足とかですね、胴体が出てきたんですけども、でそのゴミ袋もですね。魚を取る漁師さんの網とかで使う。特殊な結び方をしていてですね。匂いが出ないような、この縛り方になってたんですね。遺体の、ね、手足の指紋が、もうすごい丁寧に削られてたので、ですね。 で被害者は近くに住む一級建築士の35歳の男性と分かったとで男性は妻と子供とあと母親と一緒に暮らしていて建築士でです、ね、自分が設計して建て建たた家に住んでたんでですねで。その被害者の家が僕が借りた家だったんですよ。 ただです、ね、僕はその幽霊っていうのをです、ね、全く信じてないので,です、ね、気にせずに、まあ、安いから借りたんですね不動産屋さんはまあ、告知義務があるんですけど不動産屋もほっとしてもうすごい喜んでくれて何でもそうこういう物件は自己物件と呼ぶらしいんですけども最初にに借りる人には告知ししななきゃいけないらしいけらんですね。でも一人でも借り手がついてその人が退去したら次の借り手にはもう言わなくてもいいっていう。 ま、そういう申し合わせがあるみたいです。それでもですね。ちょっと気持ち悪いんでですね。<laughs> 入居の前にですね。 1>, 1階に住んでるおばあちゃんに挨拶に行ったんですよ。っていうのは一軒家って言っても3階建てで僕が借りたのが2階と3階なんですね。別に外階段になっていて2階に上がれるようになって,いて。1階にはですね、大家さんのおばあちゃん、つまり被害者の方のその母親が住んでたんですよ。まあ一応ちょっと気を使って東急百貨店でまあちょっと高級めのゼリーのパック買ってですね、お線香だけあげさせてくださいって言うとおばあちゃんは奥にあるめちゃくちゃ大きい仏壇に案内してくれたんですね。その1階で人の気配おばあちゃん以外いないんです。 どうも奥さんや子供さんはもうすでに実家に引っ越されてですねおばあちゃんは一人で息子さんの住んでた設計したその家に住んでるらしいですね仏壇の写真にはすごい普通のどこにでもいそうな男性が写ってて僕もその写真を覚えてないんですよねでお線香頂い,いて一本つけて、まあ、一応それが燃え尽きるまで手を合わせて拝んでたんですよね、まあ、拝む時の内容はお化けとして出るんだったらどうぞ1階に出てくださいと。 2階には他人の僕が住んでいてあなたのお母さんに毎月毎月お金払ってそのおかげであなたのお母さんは生きていけるんですよともう恩に着せるつもりはないんですけれどもだから僕がびっくりして逃げたらあなたも困るでしょうと。 1>, で1階にはあなたのお母さんが住んでますから何か言いたいことがあったら是非1階に化けて出てくださいというマジでそういうふうなことをです、ね、考えながらです、ね、何度も何度も唱えてです、ね、その場を立ち去って以後その家のです、ね、1階には立ち入ったことがないんです。 毎回毎回地上人あるオタキング事務所からやってるんですけども、ここ実はですね、知ってる人はあの知ってると思うんですけども、井之頭公園バラバラ殺人事件っていうですね、十何年ぐらい前にあってですね、そこの,あの被害者の方のお家なんですね。あと、1階がですね、大屋さん住んでるんですね。3階建ての物件で僕2階と3階借りてて、1階が大屋さんで、殺人事件になった方の お母さんが住んでらっしゃるんですね。お母さんってもうおばあさんなんですけど。なので、いざという場合、僕、お化けが出てきたらですね、説教する用意があってですね。お化けが出てきた瞬間に、バカ野郎と、お前の母親は下だと、なんで俺のところに来るんだと。二つの理由でお前間違ってる。一つ目、俺のところじゃなくて母親のところに行け。二つ目、俺を脅して、俺がこの家を出て行ってしまったら、お前のお母さんは家賃収入がなくなってしまって、お前のおさんは大変困る。親孵化をすることになるぞと。二つの理由で間違ってるぞっていうですね、一応あの説教ネタを用意してるから、 怖くても大丈夫。いや、怖いんですよ。お化け信じないから大丈夫じゃなくて、怖くても大丈夫っていうですね。勝間和代い言うところのリスクに対するですね。<laughs> リスクヘッジを行っていると、お化けくれ、説教すりゃいいやって思ってるんですよね。完全論破だ。いや、完全論破じゃなくて、これで説教が通じないお化けだったら、それは論理を超えたものだから、もうあれこれ考えてもしょうがねえじゃないかと。だって、論理を超えたものなんだから、あの、その人の住んでた家だから、 お化けが出るんじゃないか。これはお化けに論理性を求めてることになりますね。でも、説得しても通じないってことは、その論理性が通用しないんだから。だから、いや、前住んでた家だから出るとは限らないそれはもうどこに出るか分かんないよ。だってお化けは論理を超越してるんだから。こんなにですね、ビビりが論理武装するとこんなに厄介な存在になるというのが <laughs> 分かっていただけたかと思います。今回のテーマ、お化けの人生、そういやいや、そんなことはないんです。<laughs> 岡田さん、後ろってそういう嫌なことを <laughs> コメントするのはやめない。 いやだなもう俺、ちょっと、可愛いのでも置いておこうかな、こ心の癒しのアヒルちゃんなんですけどもですね。アヒルちゃんですね。こいつは、あの、ここのとこが入いて、CD が入るようになってるんでですね。なんか便利なんですけども、こういう可愛いものを見て、あ、俺やだ、手が震えてる。怖いなぁ。 結局そこの家には1995年から2015年までの20年以上ですね住んでたんですけども当時はですね何も怪奇現象なんか起こってないとやっぱりねオカルトは嘘だなっていうふうに思ってたんですよでも別に脅かすつもりはないんですけどもでも今考えるとですね例えば柳が激しいんですよね。家がしょっちゅうギシギシ。 んで,すよでもこれは新築の家は割とあのやなり激しいっていうのは結構いい家だから木材とか豊富に使ってるんでそれが乾燥する周期とかがあるんでしょうねだからこうギシギシキシキシ,シになるんですけどもあとまあ井の頭公園の踏切も近くて電車通ると家が揺れるから ま、それで嫌がりするんだろうなと思ったんですね。2つ目がですね。あの天井裏とか屋根裏からですね。やたら音がするんですよ。これね。そんなお化けっぽい音じゃないんですよ。もっと乱暴なあのドッタンバッタン、ドッタン、バッタンドッタンバタンていう。怖さもなんもない音で多分ね。井の頭公園が近いから天とかたぬきとか。 そういう小動物が住んでたんだと思うんですよね。ネズミのサイズじゃ絶対ないんですよ。あの僕ネズミ住んでる家に住んでたこともあるんですけども、ネズミの歩き方じゃないんですよね。あと3つ目でなぜかリビングのね。ちょうど真ん中辺の壁と天井に裂け目が入ってるんですよね。で、1番最初入居した時は気がつかなかったんですけども、どうも入居した時からうっすら裂け目があったんですけども、それがですね。15年ぐらいかけて。 めき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 広がってくるんですよ。つまり、僕の住んでた家は、なんかね、ゆっくりとリビングが二つに裂けていってるんですよね。これはもう、いまだに原因不明で、何のこっちゃかよくわかんないんですけども。まあ、以上ですね。日本でも多分有数の。 自己物件ですね。週刊文限収入とかが取材に来ましたから、自己物件に20年以上住んでたんですけど、結果的に別にあの何も起こらなかったんですよ。今コメントで設計ミスって書いてあったんですけど、一級設計士の人が自分用に作った家だから材料もそれなりに吟味してるんで、あんまり設計ミスではないと思うんですけどね。あとはまあ3階で寝てる時に2階から物音するとか、例の裂け目が年々大きくなってきて嫌な感じするとか、天井裏に住んでるその小動物がやたら走り回る。 そういうこともあるんですけれども、まあ、そういうことはですね、どこの家でもあることっていうふうに返してくれたんですよ。今考えると、<laughs> 家が避けるというのはあんまりどこの家でもないんですけども。ひょっとしたら、こういう僕の、いや、別に。 関係ないんじゃないのいいんじゃないのと思ってる態度が怪奇現象みたいなものがあっても気がつかせないのかもなと思いましたその僕の態度に問題があったのかなと思うのは去年の6月ロンドンに行った時の話なんですけどもロンドンでですねこれはランガムホテルです。これはあのレディー・ガガがロンドンに行った時にも絶対泊まると言われている超一流ホテルなんですけども世界で一番有名な幽霊ホテル。 なんですよこのホテルのです、ね、3階の333号室には幽霊が出るというのであの結構有名なんですけど目撃されてるのは小さな女の子とかですねあとはドイツ陸軍の兵隊というですねそういうのがこう出てくるそうです。で3階でエレベーターを降りたらですね目の前にこの廊下の一番端っこの方に333号室があるんですけどももうなんかねこの廊下がね なな雰囲気なんですよ、正直。廊下の絨毯の模様が、ね、幾何学模様なんですけども見てるとだんだん目がちらついてまあ幾何学模様だから目がちらつくのは当たり前なんですけどもなんかね嫌な気配が気配というか、ね、嫌な気分になるんですよね不思議なことに。333号室に行ったら別にこれも333って書いてるだけでドアも、まあ、いわゆるカード型キーを差し込む新型のタイプだから何ということもないんですけどもただもうそんなことを気にしないはずなのに 早く帰りたいなっていうかですね。嫌な感じの気がするんですよね。廊下を一周してエレベーターホールに反対側から近づいた時に来た時にな気づかなかった。エレベーターホールにでっかい絵があったんですよね。その絵のことを反対側から回ったからですね。全然気が付かなかったんですよ。このエレベーターホールにあった。でっかい絵っていうのがですね。これで。 なんかね。ちょっとこれ怖いと思います、ね。あのね、わざとというかですね。やりやがったなっていうか <laughs> 寄せてきたなという感じで、このこの位置の茶色いシミも込みでですね。なんか嫌なんですよね。これ見た時はさすがにですね。あのはっきり怖かったんですよ。気持ち悪くか怖くてで、それであ怖いと思った瞬間に初めてさっきその廊下とかですね。333号室のドアの前で。 感感じてて、た感覚が理解できて僕嫌な気配嫌な気配と思ってたのはあの怖い感覚だったんですね。で絵を見てあっ俺怖かったんだって初めて分かったんですけども理由はないんですよ。あの単にあの有名な幽霊ホテルだからと知ってるから勝手に僕が心理的に怖がってるだけだと思うんですけどもでもそういう知識とかです、ね、理性的な考えは実際にその場で感じる怖さっていうかですね生命の危機を感じる怖さからもう 全然、打ち消すことがでできないんですね。とりあえずこの写真だけ撮ってですね自分の人影がここに写ってて余計に嫌なんですけどこの嫌な絵の写真を撮って3階からエレベーターで逃げ出しましたさてこの嫌な感じがしたというだけの、えー、僕はですね心霊現象をですね体験したのかそれとも単なるやっぱこれはあの弱気になってですね、えー、気のせいなんだろう。もし、僕があの5年前までで住んでいた。 あの井の頭公園近くの家に戻ってじゃあもう家賃安いんだからもう一回住めっていうふうに言われたらあの頃のようにですねあの屋なりとかです、ね、天井のドタンバたんとかですねリビングがだんだん下げていく変な家に平気で住めるかどうかですね実はちょっと自信ないんですよ。